はい、皆さんこんにちは。4月12日牡牛座新月を11時30分に迎えます。今回はマイウェイというね、我が道っていうような意味になると思うんですけど、このタイトルで星からのメッセージをお届けします。ぜひ最後までご視聴ください。はい、まずはじめに、タイトルのお話と本題のおひつじ座新月星からのメッセージと、最後にねちょっと、サロンのお知らせをさせていただきたいと思います。はい、約1ヶ月ぶりですね。天秤座満月の星からのメッセージの方はねちょっとバタバタしててお届けできなかったんで、ごめんなさい。新しいねサロンからねお届けしてます。雰囲気がねちょっと違いますよね。はい、むしろミュシャのねペインティングっていう絵画なんですけど、すごいねお導きというか、この日不思議なことが起こって、まあ、絵を買うことになったんですけど、はい、あとねこのリングライトも新設しました。そしてまた後ほどねちょっとご紹介するんですけど、いろいろね新しい新生活で新しいねスタートで、まあ、新しいものに囲まれながら過ごしております。はい、今回のねマイウェイっていうのはいきなりタイトルの話なんですけど、デフティックっていう2人組の、まあ、レゲエユニット、こちらに一人は中国で生まれてハワイで育っている方で、まあ日本の方とね二人組で、このデフティックっていう意味はなんか超かっこいいテクニックとか、まあ、あとテクニックをこうひけらかさない、なんか二つの意味がこのデフティックっていうのはねあるそうなんですけど、まあ、この曲ちょっと聞いたらね、あ、なんか風を感じるおひつじ座新月にぴったりだなっていうことで、マイウェイっていうねタイトルにさせていただきました。ぜひねおひつじ座新月を感じていただけるのにこの曲も聴いてみてください。とても軽快なリズムで、なんかこう本当風を感じる軽やかな感じでメッセージが響くんじゃないかなっていうふうに思います。詩の中に、地に足をつけ頭雲抜け進む前に前に前にっていう歌詞とね、明日からまた新しい日が始まるっていうことで、とってもねおひつじ座新月らしいなっていうふうに、詩をね注意深く聞いていただいても感じられるんじゃないかなっていうふうに思います。マイクロさん、ハワイ育ちのマイクロさんは1981年生まれ、ちょうど木星と土星がこうコンジャンクション、天秤座でコンジャンクションなので、まあ、唯一風 の, サインでねコンジャンクションしてて、まあ、やっぱり曲聴いててもなんかね、なるほどっていうふうに思ったんですけど、まあ、余談なんですけど、1981年生まれとかのね世代の方っていうのはもう風をね先取りした世代じゃないかなっていうふうに思います。まあ今こうの時代って言われるスタートですけど、まあその前からこう引率してたっていうかね、そういうイメージがありますので、はい、まあ、ぜひね若い世代の方からも風を感じていただく歌でもあるんじゃないかなっていうふうに感じます。はい、じゃあ今回からなんとこちらの図を出してるんですけど、ちょうど年末にね来年はソーラーファイヤーの、ね、ソフトでホロスコープ読みしたいっていうね念願が、まあおひつじ座新月の前にね叶いました。はい、まだちょっと設定でね1日ぐらいかかって、最初なんかね英語版で Windows をね立ち上げないといいようにこう表示されなくて、案の定表示されなくて悪戦苦闘した後、やっとね新月図が出せた時はねほっとしたんですけど、まあ、このソーラーファイヤーは結構プロのアストロロジャーの方も愛用されてて、
まあ、40円が出せたり、あとこうクリック一つでね、こう星の流れがこう、まあ、アストロホールドなんかでもそうなんですけど、まあ、でも多機能なので、まあ、いろいろちょっとまだ解説書付きでね、ソフトも購入したので、まあ、結構太いんですけど、いろいろ使いこなすまでに時間がかかっちゃうんですけど、まあ、本格的に私も今勉強してるので、まあ、道具もね本格的に揃えていきたいなっていう思いで、はい、やっと叶いました、はい、とてもね嬉しく、本当羊座新月前にね、すごくこう純粋に嬉しいっていうのがね、まあ、私の例でお知らせするんですけど、まあ、何か新しいことにね挑戦するとかすごくいいと思うんですよね。ちょっと前置きが長かったんですけど、お羊座新月は太陽と月が10ハウス、もう本当ね一番高い位置で、しかも MC っていう中点っていうんですかね、一番高いところも羊座で、もう本当お羊座エネルギー全開っていう感じの新月図です。はい、で、アセンダントは獅子座で、まあ、獅子も羊座も火の、ね、エネルギーなんで、すごく活力的というかね、エネルギッシュな感じもここ見ただけで感じますね。はい、でちょっとサビアンシンボルの方もご紹介するんですけど、太陽月のサビアンシンボルはお羊座23度で、これもともとは重く価値があるがベールに隠された荷を運ぶパステルカラーの服を着た女っていうね意味なんですけど、ディーン・ルディアさんっていうねアストロロジャーのその方が、軽快な夏服に身を包んだ妊婦っていうふうにね言い換えたそうです。まあ、それをちょっと取り入れてるんですけど、軽快な夏服に身を包んだ妊婦っていう意味は、まあ、胎児を表しますよね。胎児は、まあ、その男の人と女の人が結びついてできて、これから生まれるっていうね、まあ、男性の能動性と女性の受動性、まあ、女性性男性性の組み合わせ、うん、を、まあ、宿った、まあ、その人自身の資質や運命を、まあ、ゆっくり時間をかけて自己の意思によって変化させることを描いているっていう、ね、サビアンシンボルで、まあさっき言ったパステルカラーとかもそうですし、夏服っていうのもちょっと軽やかな感じなんですけど、まあ、意味としては押したり引いたり、あとまあ試行錯誤しながら、まあ、上手に使い分けてこう改革とか、まあ、変革とか変化していくことをね、前へ進んでいきましょうっていうようなね意味になります。アセンダントの獅子座のサビアンシンボルは一度で脳一血の症例っていうね、脳一血っていうのがもうこう血がもうぐーっとね高まって、まあこれはまあ熱い創造衝動が心の奥底からほとばしり出てくる様子を表していて、うん、まあ、私っていうね個性を強くこう主張したい願望がこう噴出してるっていうね、とてもエネルギッシュなサビアンシンボルで、まあ、これも本当生きるとかね、なんかこう表現するとか、なんかこう心の底からこう湧き出て、もうそういう思いがこう溢れてるっていうのね、から一度っていうのは始まりでもあるので、すごく、ね、エネルギッシュですね。はい、まあさっき言った太陽月に、水星と金星も、まあ、カイロンはね純惑星ですけど、だけ団子になってますよね。で、まあ、一番高い、まあ、10ハウスだから、まあ本当エネルギッシュにこう難しいなって思うこともこう前に進めていくとか、なんかこう本当前進するエネルギーっていうのがすごくこう社会的にも認められたり貢献できたりするっていうようなサビアンシンボルでもあるし、まあ配置図でもあります。で、まあここでちょっとね注目なのが、やっぱりこのお羊座の支配星ルーラーっていうのがやっぱ火星なので、火星の方もねちょっとサビアンシンボルを、はい、見てみましたら14度で、氷の上でスケートをする子供という意味で、まあ、氷っていうのはもともと
お水ですよね。で、まあ、流動性がありますけど、氷っていうのはまあ固体なので、まあ、冬に凍る水は、まあ、ちょっとこう、まあ、そういう否定的な条件を意味するそうです。で、まあ、その氷をね、子どもたちはまあお構いなく、なんていうのかな、あのそれを楽しむ、うん、まあ、否定的なものでもこ うまく使うことによって楽しさを得られるとかっていう意味になるので、まあ、これあのさっき言ったね、諦めずにこう自分の限界を、まあ、超えるとか、まあ、見極めて、あのどうやったらこううまくいくかなっていうことを考えながら、まあ、活動する、工夫して活動するっていうような意味になります。はい。まあ、今牡羊座にね、金星もあるんで、まあ、もうすぐ、15日からね、あの牡牛座のルーラーである金星が、まあ、牡牛座に入るので、まあ、ルーラー回帰とかっていうんだと思うんですけど、まあ、もう、サビアンシンボルも27度でね、終わりの方なんですけど、こちらでもちょっと読み解けるんですけど、想像の中で復活された失われた機会っていうサビアンシンボルで、これはまあ永遠に失われたと思っていたチャンスが、あなたが想像力を膨らませて、まあいろいろね、あの考えを巡らすことで、まあ、別の可能性、あのさっき氷の話じゃないですけど、否定的なものをこう好転させるとかね、そういった意味だと思うんですけど、まあ、別の可能性として復活することを示している、まあ、ここにちょっと成功と失敗っていうね、画像を載せてるんですけど、人生の成功や失敗は、まあ、あのよくね、失敗と思えたことが実はその成功につながる一つのプロセスだったとかね、あとまあ成功、まあ、うまくいったと思ってたらなんかね、実はその反対っていうケースもありますよね。まあそれを失敗と取るか、あの、まあ、見直しに取るかは別として、まあ、それってまあ結局みんなあの線引きっていうのはその人の価値観によって決められるから、まあ、絶対的な、まあ、失敗でも成功でもこう絶対的な評価ではないっていうことで、まあ、これをまあ読み解くと、見方を変えることで可能性を開いていくっていうね。なのでやっぱ全身のエネルギーがすごくね、火星からも金星からも感じられます。はい。とてもあのなんか前にね、押し出す牡羊座新月のエネルギーを、あの金星火星からも感じられます。はい。まあ、こんな感じで、あの4月のね、星の動きを少しご紹介します。まあ、今ね、新月も10天体すべて巡行中なので、すごくスムーズに、そしてまあストレートにとてもエネルギーがあの働くと思うので、まあ何かをね、こう始めたり進めたりするのにはとてもスムーズにいくエネルギーなので、はい。で、4月15日がまあさっき言った金星があのお牛座入りで、お牛座のルーラーって金星なんですよね。金星は天秤座とお牛座とあの支配しているので、まあ、これルーラー回帰って言って、まあ、金星のエネルギーはすごく、ね、強まってくると思います。まあ、社会的にもね、まあ、今お牛座に、ね、天王星もありますし、まあ、金星も入りますのでね、これはまたあの次回の、ね、星読みなんかでご紹介したいと思うんですけど、はい。で、4月20日に獅子座上弦の月を迎えて、4月27日にサソリ座満月で、まあ、牡牛座とサソリ座の軸なので、すごくこう、またディープなね、満月になる気がします。で、28日は冥王星逆行開始して、まあ、10月7日まで、逆行します。はい。で、まあ、最後にね、ちょっとサロンのお知らせなんですけど、まあ、その前にね、ちょっとカードリーディングしました。はい。あの新月に合わせてね、こちらの観音力から1枚引いてます。出てきたのが、これね、夢風っていうね、カードです。はい。桜吹雪みたいになってね、美しいカードで、ちょうどまあね、今桜ももう葉桜になってね、いっぱい散っちゃいましたけどね、本当
象徴的だなと思いました。これはまあ、29番で解き放ってくださいっていう感じで、はい、無条件に自分を愛する勇気を持ってくださいっていう、ね、カードになってて、まあ、ちょっと見えるかな。またなんか大きくね、載せときますけど、はい、なんかいいですね。夢風っていうね、風が入ったのがいいなと思うんですけど、まあ、本当目標に向かってね、夢に向かってこう本当前進して進んで、まあ、軽やかにね進んでいきましょうっていうメッセージと重なってるかなと思うんですけど、はい、ではね最後に、サロンのお知らせです。あの3月21日にねオープンして、まあ、フライヤーが完成したのがねその後だったんですけど、でも数をね結構配っちゃったので、あのフライヤー設置ご協力店をね応募してたんですけども、完成しましたっていうお知らせになります。で、あの粗品もね配ってます。まあこれでおみくじをね引くようにしてて、あのメッセージがねこちらに書かれてて、それがまあクーポン券になってます。いい香りがするのでね、ぜひ、まあ、癒しのグッズにあのぜひ受け取ってください。ヒルゼン高原のサロンの方はオープン日が4月29日から5月1日に、ね、なってます。はい、まあ、ちょっと、ね、準備があるので4月27日までにご予約いただけたらと思います。ちょっとそれ以降はご対応ができないと思います。はい、よろしくお願いします。はい、あと新メニューの、ね、ご紹介です。あの耳つぼ音さんもね結構簡単に、あの VRT とかはね結構長時間なんですけど、耳だとね結構音さをこう身近に感じていただけるのにとても手軽にできて、まあ時間もねそんなにかからないし、ヒーリング効果もすごくねあります。それにあのオプションでね、あの耳つぼジュエリー、私宝石屋さんとかにもね勤めてて、まあパワーストーンとかも好きだし、まあこういうキラキラしたものが好きで、はい、耳にもねこうそういう耳つぼジュエリーをねこう貼っていく施術も開始します。ダイエット効果のあるツボに合わせてとか、そういった感じで、はい、させていただきます。いいなと思われたらぜひ試してみてください。まあいろいろね、お羊座新月は新しいことね始めるにはねすごくいいタイミングなので、まあ、ちょっとご紹介してみました。まあ、宣伝みたいになりましたけど宣伝です、はい、ぜひよかったらお試しください。はい、まあ、マイウェイってね、我が道とか私の道とか、まあ、いろいろ訳し方はあると思うんですけど、まあ、この曲を聴いていただくとすごく軽やかに進んでいってっていうメッセージが私はこの今回のお羊座新月感じました。まあ、火星がまあ今双子座だしね、すごくこう本当軽やかに前へ進んでいける時だと思っているので、はい、ぜひあのご参考いただき、軽やかにお羊座新月をあのお迎えください。失礼いたします。バイバーイ。